平成29年度、個人市民、市府民税の特別徴収税額通信決定書について、事務処理の誤りにより、マイナンバー等の個人情報が第三者に知る状態になる事案が2件、3名分発生しました、この事態が明らかになったのは、まず最初、いつ明らかとなったんでしょうか。 事務所長、はい、あのおっしゃる通り、えー、個人資本金税特別徴収税が受けて通知にかかります、えー、事務処理の誤りっていうのがあ判明いたしました。あの判明しましたことに関しまして、えー、改めてお詫びを申し上げます。えー、っと日程日時なんですけれどもあの二件発生しておりまして。 1>, 1件が5月の18日発生、もう1件が5月の19日ということでございます18日、19日ということであれば、十分あの、今回の委員会で報告していただくことはできたんではないですか、報告しなかった理由についてお伺いします。 あのまあ、あの事案が発生したということであのこちらとしましてもそのど,ういったあのどういった原因でこういうことになったのかということまずあの原因究明も含めてあの初期の対応に当たっておりましたということであの当然、対象者の方に対する、えーえー、説明 それ謝罪も含めてそちらの対応しておりましたので、えー、あの今回、えー、報告という形にはとっておりませんけれども発表という形で、えー、国の方がですね、えー、今回、あのー こういう事案が発生した場合には報告するようにということがございましたので、えー、今回その、えー、記者発表という形をさせていただきました。18、19ということであれば、ね、もうびっくりしましたけどあのまた発送したところでもうのう明らかになったからね、今日の委員会に間に合えへんかったんかなというふうに思っていたんですけど、十分報告事案として従来、えー、事態だと思うんでね これだけのことが起,き起こっているわけですから、えー、改めてね、これ本当にあの、えー、一般質問で、えー、質問しなければ分からなかったということになっていた、まあ、まあそんなことは、まあ、新聞でも放送されてますから、ですけど、えー、私どももかねてからね、えー、こういう事態が起きるということはあの、繰り返し指摘,指摘し続けてきた事案であります。えー、今回はあの、えー、一つはつ まあ言うたら、あのえー、本来、従業員でない方の、まあ、特別聴取の、えー、通知書に記載されていたという問題ですよね、でもう1件は、もともとあった所在地に、えー、だ現在ない所に送付されたということでね、こういったことはねあの、今まで事務処理をやっていれば十分ね、予測されたことやと思うんですね。 特別徴収義務については、市民税の総括表が1月末までに各事業所から、そこに住民する、住民所を持っておられる従業員の方のそれぞれ事業所から総括表が送られてくるとかなり大量の分になるんですよね、でこれ、報告によると、4万9340事業所。 39万4121人分ということですから、相当なね、事務量をかけてやらはるわけですから、こういった誤りというのはね、もう事務的には起こりうることなんですよ、そのことは当然想定していればね、その郵便が誤廃されるという問題、以前の問題として、こういうことは起こりう,こりうることやったわけでしょ、だからこそね、あの重要な個人情報であるナンバーマイナンバーの記載は、 やめろということを繰り返し言っていたわけで、このことについてね、今回起こったことについて、どういう認識をされているのか、改めて伺いますあの今回、こういった事案が発生したことは、誠にあの申し訳なく思っております。あのこうういいった事案が発生しないようにですねあの当然あの 発送における事務のチェック、あるいはその入力時におけるチェックとかに最新の注意を払ってはいたんでございますけれども、今回、結果としてはこういう形になってしまいました。 であの当然、先生おっしゃるように今回マイナンバーが表記されているということで非常に重要な部分ということになるんですけれども、うん、あの私どもといたしましてはその当然そちらの部分はあるんですけれども、えー、税情報というのを扱っておりますのであのマイナンバーも当然含みますけれどもあの非常に大事な税情報を扱っております。でそういった中ででこれまでこういどど の事務処理についてさ、さらにです、ね、あの今回、原因の究明をいたしまして、あの今後の再発防止に向けて、えー、具体的にどういうふうにしていったらいいのかということをあの検討していきたいというふうに考えております山田委員、えー、本当に、ね、あの重要な個人情報の漏えまさに人権侵害であります。これれ、ね、件についてては、ね、言うたあの誤って送付された方から あの通知があって、えー、この事件が明らかになったわけでしょ、でこれね、す、あ、で、のー、にあの今もご紹介しましたけど、4万9000余りの事業所に送られてるわけですよで、これ以外にね、こういう誤りがないっていうことはね、えー、断言できないでしょ、こういうことが起こったわけですから。 これ、改めてす、ね、でに発送されたあの4の9000事業所、えー、ここにね、えー、事業所への確認とお詫びが必要ではないかというふうに思うんですけどその点についてはどうですか平井市民税所長、市税事務所長。あのまあ、現段階で、えー、この種の事案が発生しているのは、この2件ということでございます。 あの私ども当然、発送するまでにの発送業務、それからあのそれまでの,その事務処理に関しまして、最新の注意をは払ってはいたんですけれども、今回、こういう発生、ジャンが発生したと、さらなる発生ということなんですけれども、こちらにつきましては、現在のところ、2件ということでございます。であの 相手さんの方からの通知で分かったのではないかということでございます。で今回につきましては特に配送に関しましてはあの万が一ご送付、えー、っとご配達があった場合には開封せずにご連絡いただきたい旨。 封筒の表面に手書きで記載をしております、まあ、そういったことから、あのまあ、そういったことがあればあの、連絡を、そういう事案としては発覚するかなというふうには考えております山田委員、いやこれあの、本当にね、重大な問題だと思います、これ、ナンバーガード自身がね、もうこれ、普及がなかなか進めんということで、もうあまあ、 とにかく普及したいと、活用させようということで、あらゆる手続きで、このナンバーカードの、ナンバーの記載が求められるという中でね、本当にあの困惑の声が寄せられている、しかしいくら利便性が強調されても、えー、情報漏えいの危険、前からあの危惧から、全くこれ、進んでいないということになっているわけでね、あの今回、あの京都市、発送されましたけど、あの発送されたあの先の事業所の現状についてはね、 どう認識されているかということなんですねあの発送された先の事業所では、ねまあ、らあの従業員のナンバーマイナンバーの管理はあ厳しく、まあ、情報漏洩なんかについて、えー、罰せられると、まあ、管理体制、金庫置きなさいそれ用のにマイナンバーを扱うパソコンは別に揃えなさいという形でかなりあの重い負担、えー、情報漏洩したときには 200, 200万以下、4年以下の金庫などの、ね、重たい責任が課せられるということで、あえてね、マイナンバー使わへんということで、従業員から求めたはれへん事業所もたくさんあるわけですよ、で事業所の中では、あの求めたけども、従業員が、えー、提出しなかったと、まあ、そういう事業所もあるわけですからね、これね、あの正しく発送されたとしても、えー、そもそも、 マイナンバー扱いたくない、知りたくないという事業所、また知られたくないという従業員のね、えー、個人情報を京都市が自らね提供しているということですから、これも誤配なんていうのはもうあの持ってのわかですけど、そもそも、えー、こういった個人情報を、えーらえー、記載して、えー、この、えー、通知を送るということ、このこと自身をね、 えー、どう,どう、まあ、言ったら考えるのかね、本当にこれ、やめるべきだと思うんですね、繰り返しこのことについてはね、えー、求めてきましたし、現にいくつかの自治体ではね、えー、そういう危険性がある、こういうことが起こるということを予測して、えー、マイナンバー記載しないで従来の形のまま送っておられる自治体もあると、そういう判断されている自治体もあるということを、あのー、指摘もして、やめるように求めてきたんですけど今回の事態が発生した、でさまあ、京都市だけではありませんよね。 すで、えー、にいくつかの自治体でこういった事態が起こってます、国,、まあ、国がこういうふうに決めたということですけれども、京都市の独自の判断としてね、えー、今回のことを受けて、えー、この扱,扱いについてはもうやめようということにしていただきたいというふうに思うんですが、いかがですか平石税事務所長。あの今回この、こういった事案が発生したことは誠に申し訳ないと思っております。 あのまあ、まあ、特別徴収税額通知書の事業者へのあの送付の分につきまして <laughs>、えー、マイナンバーを記載するということにつきましては、あのまあ、法令の方の規定に基づいて我々あの掲載をしております。で、あのまあ、先生おっしゃるやめ、今回の機にやめるべきではないかと。 というふうにおっしゃることに関しましてあの、あくまでこの法律の方の、法令の方の規定に基づいて、われわれやっておりますのであの、今回も、今回の事案で変更するということにはならないというふうに考えておりますであの直近の国の方の国方通知も出ております。 あの5月18日続けのの国の通知も出ておりますあのマイナンバーを記載しないことはできないという形での通知も出ておることから、そういった取り扱いはできないというふうに考えております山田委員、これだけのことをね、こういう事態発生させながらね、国が決めたことだから、その通りやらなだゃあかんと、ちょっと本当に信じられへんと思いますで、現にね、記載せずに送っておられるところ、たくさん。 あるわけで、しょで本当にねあの、そんなことを言うたら、これだけのことを起こしたって、全く反省なく、従来通りやるということこういうことを繰り返してるからね、ますます信頼がなくなって、えー、いくらあの利便性を強調して、えー、しようともね、えー、マイナンバーの普及が進,、ま、進んでいかないことにつながっているということをね、しっかり自覚するべきやと思うんですねで、先ほども冒頭にも申し上げましたけど、えー、2件の方から言うたら、通告があったから、 分かったわけで、これ、ほんまにあの5万件足らずのところ、改めてね、もうっぺんちゃんとあの確認をし直す必要があると思うんですで、現にこういうことが起こったことに対して、間違った、あの間違った国の通達に基づいてやってしまって、申し訳なかったと、情報、現にね、だからさ先ほど言いましたけど、マイナンバーを集めておられない事業所や、提出されてない事業従業員さんの,あの情報について、 これも言ったら、実際現場ではね、大きな危惧、広がってると思うんですよ、そのことについてね、ちゃんとあの思いを寄せて、えー、改めてこの送られたところについて、えー、一つ一つ点検しながらお詫びする必要があると思うんですが、どうでしょうか平井資税事務所長。 あのな何度も繰り返しになるんですけども、まあ、今回、こういうこと事案を発生させたことは誠に申し訳なく思っておりますあ,の、まあ今回の事案につきまして、えーまあ、今回の事案だけでなくて、えー、どうしてこういうことになったのかの原因究明なり、えー、今後のまあ再発防止、えーまあ、これだけそのまンもそうですし、当然その、それ以外の非常に大事な税,税データも含めて、 取り扱いをしておりますので、ここのところをしっかりと今後、こういうことがないようにしていくということが、今後の我々の業務の信頼につながるんではないかというふうに考えております山田委員あの、原因を究明した再発防止って言われますけどね、最初に言いましたけど、あの市民団の特別徴収のための総括表というのは、1月末に各事業所から送られてきて、かなりの膨大な事務処理なんですよ。絶対にねあの え上こういった事務処理の間違いが起きないということは、もう人の手でやることですから、ありえないんですよ、そんなところにマイナンバーを不満してはるということが問題だということをまず指摘しておきたいのと、でそもそもね、このマイナンバーあのやるときには、先行事例、アメリカなんかでなりすましなんかの犯罪が多発してると、そういうもとでね、えー、しあの各あ、あそこは社会保障番号ということで、えー、古くからやられてますけど、 そういう事態が広がる中で、州によってはね、言うたら、運用の制限とかいうのをかけ,かけ始めて、危険だということを継承されてたんでねで、このこともね、この委員会で指摘しましたよ、そうしたらね、そういったあの教訓から日本では厳格な本人確認の上で、 ナンバーを活用するというふうにおっしゃったよねその身分証明書、写真付きのものも含めて、それがないとマ,ンナンバーマイナンバーは流通させないということを断言してはったんですよ、ところが今回、これ、もう言うたら、本人確認もクソもな関係なしで、全然、えー、他人の第三者の事業所に、えー、いきなりナンバーが本人確認もなしにもう送りつけられてるわけですからね、最初から言うたはった話と、まるっきり違うことが。 まかり通ってるというのは大きな問題だと思うんですよ、だからそういう点でもね、ちょっと検証し直して、こういうやり方はきっぱりとやめていただくことを強く求めて終わります、えー、この件に関連して、ほかにございませんか、口、はい、ちょっと1点だけ、今の話を聞いていて。あの 今回のことについて原因究明と再発防止に取り組むというのは、まあ、分かりました、えー、それは必ずら必要ですわただ、えー、今回送った5万件近い、えー、このマイナンバー付きのねこの通知に関してはもう何も後の追いの調査はしないんですかそれでいいんですか今2件今回2件件回 あのえー、送られた先から話があったから分かったけれども、それ以外の方たちのところに関しては、こういった間違いがないかどうか、先ほど、相田大臣、何回も聞いてましたよね、そこに関しては一切何もしないということですかこれ今後どうなんですか、平井市民税事務所長。 あの私どもあのから約4万9000通あの発送しておりますであの当然まあ今回につきましてはこの2件あの対象法人の方からご連絡をいただきましたであの発送の封筒につきましてはあのそういうご配達があった場合には開封せずにご連絡をいただきたいという形をとっております で当然そのあの、そういったことからあの、同じような事案があれば、あの私の方あのそういう形で、えー、把握できるというふうに考えております、で無限段階におきましては、あの今のところあの、えー、こういった事案につきましては、二件の発生というふうに考えております樋口同じような事案があったら、把握できるものと考えているって、それおかしいでしょう。 なんで,そ,なんでそ,のそんなことがわかるんですか相手のから言ってくるのを待ってるだけでしょそれは相手から言ってきてもらったらわかるでしょうでも間違ってそうされてもそのまま放っておいたらその人が京都市わかんないでしょ違うんですかどうですか平井静税事務所長。 あのまあ、今回の,その特別徴収税額通知だけじゃなくて、えー、税に関しましては、多税目も含めまして、えー、相当数の税額の関係、えー、税関係処理を納税者の方に送付しております、であのこういったものにつきまして、もうそれすべて普通郵便で基本的には送付しております。 であの地方税法の方にも文書につきましては、基本的に郵便の返礼がない限り、争奪がされたものと見なすというふうな地方税法上の規定もございます、そういったことで、今回につきまして、まあ、今回、2件の発生ございましたけれども、基本的には発生、あの送られているものと考えております井口それと、あ あとですね、あの私ども、今回、広報発表しておりますので、えーあの、こういう件に関しましては、注意喚起をさせていただいてますので、これであのきききき気をつけられた方、法人の方からはご連絡いただけるものというふうに考えております。うちあ,あくまでも町の姿勢ですよね。今なんか法律上は あの送付をしたらもうそれで届いているものと見直すと見直すって法律に書いてあるからもうそれでいいんだと間違って送ってい,たいるかもしれないけれどもそれは法律上は問題ないんだとそんなもんですかそんな扱いでいいんですかマイナンバー私違うと思うんですよあので先ほどね開封しないよあの間違って,て送付されていたら開封しないようにって表書きに書いてあるって言われました 今回、開けてみなかったら分からなかったでしょ中に違うものが入ってるんですから。そういうことは起こってるでしょ起こったわけでしょそれなのに、このことに関してね、なんか重大な問題が起こったっていうね、ちょっと意識がね、私、薄すぎると思うんですよ。今の話聞いてると。今後は再発防止に努めます。それは当然ですよ。 今回、送ってしまったものに関してどうするのか、真剣なね、私、検討、普通だと思いますよ、今後ちょっと、日あの詳しい報告がありませんでしたけども、今後、これについては報告がされるということで認識しておいてよろしいですか。 いい報告があるかととうことです、うん、平井,え、はい、平井資税事務所長原因究明再発防止策を含めて、何、え、ら、ー、かの形で報告させていただきたいというふうに思います。はい この件に関しては他にございませんかなければ次に、えー、樋口委員にしてもらいますけれどもまもなく午後3時になります、えー、行財政局の一般質問終わってから休憩に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは樋口委員の元清水清水小学校の跡地利用活用 はいえー、と私からはあのあ、元清水小学校の跡地活用についてです。えー、とのこ,のこれまで小学、えー、清水小学校では、まあ、地元の皆さんが校舎の利用をはじめあもちろんのことグラウンドでもあの組運動会ですとか夏祭りなどが行われてきました。で小学校 ま統合されて跡地となったなってからもこのこうした地元の自治活動の拠点としての役割というのは変わらずに果たしてきたという場所であります。その場所を京都市はこの地域の住民にとって本当に貴重な場所を NTT という大企業にま委ねてしまったというわけなんですけれども。 このことによって、地元の皆さんのこれまでの自治活動が狭められるということになってしまったら、私、重大な問題だと思うんです、そういうことにはならないと言えるでしょうか派生すみません、ハセ学校跡地活用促進部長。 はい、あの清水小学校につきましては、学校跡地につきましては、地域住民の大変重要な活動拠点で、これまで活用されてきたというところでございます。今後の跡地活用につきましては、地域住民の代表としてあります、自治連合会、および事業者である NTT 都市開発と、今現在、第三者、すいません、3者による事前協議会を開催させておりまして、その中で、新たな集会所の建設であったり、 避難所機能の拡充であったり、運動会、夏祭りの在り方について、今現在、まさに協議をしているところでございます。協議の,の具体的な内容については、まだ現時点ではお答えすることはできませんけれども、新たな、清水小学校の整備にあたりましては、しっかりとその中で協議をして、どういう形でこれまでの自治会活動、コミュニケーション活が継続できるのか、しっかり協議してまいりまして、3者の合意が得られるように、 取り組みを進めてまいりたいと考えております日<口>あの地元の皆さんにお聞きをしますと、えー、今でもあの運動会や夏祭りは、まあ、引き続き、ね、清水小学校でできるようにしてほしいこうした願いを持っておられる方が本当に多いというふうに感じていますしその皆さんの気持ちを無視して、ね、話を進めるようなことがあってはならないと思うんです。 現段階において NTT はどの程度元のグランドを残す予定になっているんでしょうか昨年7月に基本協定書が締結された段階ではこの委員会でも報告がありましたけれどもグランドの北側に客室らしき建物が増築されるようなゾーニングイメージがその時には示されていたんですけれどもその後それに関しては何か変更はあるんでしょうか 派生学校跡地活用促進部長、はい、あの現在、えーえー、3社で協議をしているところでございますが、そのときに、えー、昨年の7月にご提示させていただいたのは、 当時のまあイメージゾーニングプランという形でご提示させていただいたもので具体的にグランド含めて校舎の配置含めてどういったような形で整備するかにつきましては今後の三社の協議会で協議して具体的な内容を検討していくということでご説明をさせていただいたところでございますその時の状況と若干変わっていくことになろうかというふうに思っておりますけれどもしっかり三社で協議をしながら理解と協力を得られるように取り組んでまいります その内容に関しては今、えー、説明はできないんでしょうか、だから、えー、先ほど聞いたように、えー、昨年の段階、7月の段階で示されたゾーニングイメージ、えー、の時でも、まあ、グラウンドが削られてしまうなというのは見て取れたんですけれども、そこから 何か変わっているのかどうかグラウンドはやっぱり元にもあのままの大きさにしようという話あるいはもっと狭くして何か、えー、ホテルの建物を建てようという話になっている、まあ、そういった話というのは報告はできないんでしょうか長谷学校跡地活用促進部長。 誠に申し訳ございませんあの今現在3社の事前協議会という形で具体的な内容について協議させているところでございますので具体的な内容について現時点でお示しすることはできませんけれども1年前7月の段階でお示しされさせていただいた案に比べましてホテルの建物であったり で若干狭まるというふうには見込んでおりますけれども、今現時点ではまだ協議中という協議の途中ということでご理解賜りたいというふうに思います。友人、あのグラウンドがまあその時よりは若干狭まるという話がありました。私ねあの地元の方にお聞きしたら、元々のグランドでもあそこで組運動会をすると本当に。 で大変なあの状況があったあと、あ,のあ,まあまり広くないグラウンド、もともとがあまり広くないグラウンドだったので、そこで組運動会をするのはなかなか大変だったけれども、それでもやっぱり組の皆さんが集まって,もら集まってきて、そこで運動会ができるというのは本当に良かったんだという話をされてました、ところが今、話を聞いていると、そこよりさらにね、狭くなっていくと、私、本当にそれで、えー、地元の方が納得されるのか。 これ本当に疑問ですねあとあの先ほどから事前協議がされているからここでは報告できないという話がありますこれは別にここで報告できないというのは結局は市民に対して、まあ、地元の人たちに対しても公開されないという話になっているんですけどもこれなんで事前協議のところで地元の人たちのところにすら報告がされないんでしょうか。これでで地元ととと、えー、業者と行政と3者で話してます なんていうのかちょっとそういうことを言われても理解ができないんですけども、その点はいかがですか学校跡地活用促進部長現在行っております地域住民、ならびに事業者との参者の協議につきましては。 地元の代表の方にご説明をさせていただいた上で、地元の代表の方から地元の会議であったり、跡地委員会において、その状況については報告されているということでございます。そういった形で周知をされているというふうにはお聞きしているところでございます日<口>地元の方は分かっているという話ですね、でその地元の方のあのから私も聞いた話によると、現在のグラウンドよりもね、かなり狭くなるんですよね。 あのー、本当に3分の1とかねそういう規模で狭くなるような、ね、イメージが示されてるんですよね。本当これではね私地元の方たちの,、ね、このグラウンドでの、ね、組運動会あるいは夏祭り継続してほしいと継続できるようにしてほしいという願いこれに応えることならへんなというふうに感じています。本当ににそのののたりはもう十分に、ね、地元の方たちのこういった意見を 取り入れて、業者としても汗をかいていただければそれではこの件に関して、関連質問ございませんかなければ、引き続いて加藤委員、高浜原発4号機再稼働に対する認識について。はい、あの17日に、この17日に高浜原発の4号機が再稼働されました。 あの新聞報道等でもです、ねえー、住民の不安、消えずという報道がされましてあの、高浜原発から30キロ圏の首長が、さまざまな発言をいろんな場面で、まあ、新聞市場でも行っておられるというのは読ませていただきましたあの、重大なクレーン事故が発生をして、再発防止策をどう講じていくのかと。 こういう議論がされている中でもう一方で,です、ね、再稼働準備をするというあり方をめぐっては違和感を持たざるを得ないという批判の声もあの首長から出ていたということであの読ませていただきましたあの京都市の大半はです、ね、高浜原発からあの50キロ圏内の範囲に入ります。あの放射能汚染のの危険性というのは あの30キロにはとどまらないということはあの福島第一原発の事故でもすでに明らかになっております UPZ 内の30キロ圏でないからあの京都市として今回の高浜原発4号機の再稼働について何も言わないというのは私は全く説明がつかないと住民の安全性についてどういう見解を持って望んでいるのかと。 京都市当局に問われているというふうに、あの考えていますが、いかがでしょうか。川崎防災危機管理室長。はい、え今回の高浜四号機の再稼働についてでございます。本市では、平成二十四年三月の市会決議。これを重く受け止めまして。国に対しては、原子力発電所のできる限りの早期の全廃に向けたエネルギー政策の転換を求めて。 また中長期的には脱原発依存を強く主張し続けているところでございます。今回の高浜4号機の再稼働ということでございますが、これにつきましても、関西広域連合として4月28日付で国および関西電力に対して安全確保等の申し入れを行っているところでございます。また新聞報道等でご覧になったということでございますけれども、京都市長からのコメントが ないといととうことですが、これはやはりあの国の指針におきまして、おおむね30キロ、それと MAX2 の、えー、実,証実,験に実証結果によります32.5キロという大井原発の32.5キロ、そういったものを踏まえまして、やはり、えー、あのただいま50キロというお話もございましたが、本市としましては、また国、京都府、いずれにつきましても、この UPZ 圏内を30キロ、 この間について防災対策を充実するということで考えているところでございます以上でございます加藤委員今あの関西広域連合として要望してるっていうふうに一方でおっしゃってもう一方で30キロ圏じゃないからあのこれはその範囲の中にはないんだということを2つおっしゃったと思うんですねあの高浜原発の再稼働今回の事態について京都市が住民の安全性についての評価や判断を あの発言されるつもりがあるのかないのかあの評価をされるつもりがあるのかないのかそのことをお答えいただけますか川崎防災危機管理室長基本的にはこの原子力発電所の安全性につきましては高度に専門的な知識が必要と考えておりますそういったことからこの再稼働につきましても国が責任を持って判断されたところでございますただ本市としましてもこうただ漫然と あのこれを緩和しているということでは決してございませんで先ほど申しましたようにできる限り早期の全廃に向けたエネルギー政策の抜本的な転換等はこれまでからもずっと続けているところでございますそういったことからあの今回の,あの4号機に関しましてあえて京都市長からまあ実はの取材等もあの報道機関からお見えにならなかったんですけれども現在のところの京都市から PR していくという計画は今のところございません、以上でございます。あの高浜原発の地域協議会に、京都市は参業として参加されていますねであの、今回の再稼働の判断に至るまでに、これはあの何度開催されてきたんでしょうか、で京都市は参業として何回出席をされたのか、またあの京都市としてどのように発言をしてこられたのか。 この点、お答えいただきたいということが1点と、また、今回のです、ね、再稼働判断あの今回の再稼働という事態までにです、ね、この問題について、え取り分けてあの重大なクレーン事故をめぐる安全対策について、あの関西電力に何か要請をされたりとか、あの京都市としての見解を述べられたりとか、そういうことは一切しておられないんでしょうか。 川崎防災危機管理室長はいまず地域協議会についてでございます、この現在、高浜原発に係る地域協議会というのがございますが、これは平成27年の2月27日に結成されたものでございまして、メンバー当初のメンバーとしましては、京都府、それと高浜発電所の UPZ を抱える市町村、市糸町、市町ということになっておりました。 で現在まで7回行われておるんですけれども、京都市と亀岡市、この2市につきましては、UPZ 県内ではないけれども、参画しても構わないということで、京都府から連絡いただきまして、第2回から7回まですべて出席しているところでございます、でただあの、こちらにつき、この協議会につきましては、京都市はあくまで準メンバー、準構成員ということもございます。 そういったことから、やはり UPZ の本来の構成員であります、UPZ を抱えておられる市町、そちらと京都府、その発言を中心に、どちらかといいますと、じっくりと国や関西電力の意見を聞くというスタンスでまいりましたので、この高浜の協議会におきましては、京都市からの発言はしてございません。次に、このクレーン事故、トラブルへの対応についてでございます。 このえー、工事中のクレーンが転倒したという事故でございますがこれは本年の1月20日に発生いたしましたこれにつきましては単純な人的ミスが原因であり原発のように多くの方が運転に関わります巨大な施設の事故を防止するとそのためには、えー、協力会社も含めて従業員一人一人にまで安全文化を浸透させることが必要であり 従業員教育の面からもしっかりとした取り組みが必要であると考えております。こういったことから、本市ではクレーン転倒事故発生後の本年の2月24日、関西電力の京都支社長に対しまして、危機管理官から事故の事実を厳粛に受け止め、徹底した原因の究明と再発防止対策に真摯に取り組むよう、口頭でございますが、直接申し入れたところでございます。 また、併せてこの4月28日には関西広域連合といたしまして関西電力に万全の安全対策を講じるとともに近接自治体等の不安や懸念の払拭に向け真摯に対応することといった事項についても強く申し入れを行ったところでございます。以上でございます加藤委員あの 関西電力に対しても京都市として独自にあの申し入れをされていたということでありましてこれはあの万全の安全性が確保されていないからこその申し入れだというふうに思うんですよねでその申し入れをした結果ですよあの京都市としてはじゃあ今回の再稼働ということについてこれで安全性を確保されたのかどうかっていう状況判断はそれは当然その申し入れの経過からすればしておられるんだろうと思うんです。 この点の評価、判断、いかがですか川崎防災危機管理室長、はい、このクレーン転倒事故等を受けまして、関西電力では、すべての現場この、この1号機における転倒だけではなくて、すべての原発の現場におきまして、これまで対策できなかったこと、そういったものを認識、反省し、新たな再発防止策の徹底 を徹底など、頼まぬ改善に取り組むとして、リスクの管理体制の強化でありますとか、チェックの多重化、またこれに限らず、類似のトラブルの防止策等もあの具体的に出されているところでございます。でこれにつきましてはあの、原子力規制委員会、そちらにも提出されておりまして、そちらの認証も得たものと考えております。したがいまして現段階で一定 あのこの安全対策については図られたものと考えておりますが、ただ、これですべて終わりというのでは決してないと考えております。したがいまして、引き続き、これからのいろいろな工程でありますとか、またいろいろな状況、そういったものを踏まえつつ、えー、より一層の安全対策の徹底について、申し入れは続けてまいりたいと考えております。以上でございます加藤委員あの規制委員員規制会の認証を得たと いうことでもってして、一定安全対策が図られたという評価は私は甘いというふうに思います。あの、滋賀県知事はですね。再稼働について、あの目の前の高浜原発が動かされようかとしている事態の中にあってですよ。あの今、再稼働容認できる環境にないっていうことを表明されたわけです。これはあの原発本体の安全性という狭い意味からだけではなくてですね。 滋賀県民の住民の安全性という観点から捉えたときに、本当にこれで容認できるのかということを真摯に検討された結果だと思いますね、私はその立場から京都市で検討すればです、ね、容認できる環境にないというのは、あのはっきりしているというふうにあの思います、もしあの重大事故がです、ね、発生をすれば、あの関西の水がめである琵琶湖が汚染されると、京都市にも大きな影響が及びます。 まあ市民の安全性を確保できませんし、え歴史、観光都市の京都は立ち行かなくなるということになるでしょう、まあ、あの国がです、ね、そもそもあの避難計画についてすら責任を持たない中で,です、ね、何をもって安全と言えるのかというのは、私はあの全くそうは言えないというふうに思いますし、再稼働前提でさらなる安全対策ということではなくてです、ね、やはりこれあの再稼働を今すべきでないということを言うべきであろうと。これあの 4号機が再稼働される前に言うべきだっただろうというふうにも思いますし、今でもですね、京都市当局として、そういう表明をされるべきだろうというふうにあの思います、その点は大変あの強く思っておりますので、ぜひとも受け止めていただきたいと思います、答弁いただいてお川崎防災危機管理室長。はい、やはりあの、ただいま先生からご指摘ございましたように、原発に完全の安全というのはないのではないか。 とということで地域住民の皆様の不安も当然ございますしまた実際に市民の安全安心安全に携わっております本市としましても大きな責務であることはこれは事実でございますであのこの原発の再稼働にあたりましてはまず新規制基準これ,にこれを厳格に適用してその安全性を確保する とともに、またこの新規制基準につきましてもいろいろな技術革新等によりまして蓄次見直し見直したその基準につきましては既に稼働している原発についても適用するというバックフィット制度も採用されておりますそういったことから今後も引き続き国等に対しましてエネルギー政策の抜本的な転換それと、 少しできる限りの早期の原発の全廃に向けたこの申し入れ等を続けてまいりたいというところでございます以上でございます、はい、この件に関連したほかでございませんかなければ以上で行財政局を終わります理事者ご苦労様でした次の消防局については3時40分から始めますのでそれまで暫時休憩いたします